2023年の、ちょっとね、画像が今おかしい。8月の25日、コンピューターが余計なことのハッキングして考えすぎ、テレビの結束をしたいだ。どうしても家の前でたむろしてる人間とかを撮影しようと思ったら、テレビを消す押して撮影しなきゃならないんで、まあ先ほどタバコを吸っていた男、まああの男はここの住宅のこの前で、まあ今もタバコ吸ってるんですけども、左手左で今動いた。素振りさせたりしてるんですけども、ここで絶対しない。公園でした方がいい。公園で。絶対そう。で、あと、ストーカー行為法違反。子供に指導するふりして、ややこしいことばっかりしてる人いっぱいいる。元プロ野球選手でも同じ。もう言い訳通用しない。もう、それこそどこのチームとか、そういう話になってくる。これ社会人野球だったのか何なのかの話になって、高校野球とか各都道府県の話に絶対になります。本当。はっきり言っとく、ストーカー行為法違反で、ここの住宅の人間じゃないっていうこと分かってる住民票の話。あと、今、裁判中だから本当に裁判妨害もう上げてるから、アリの第一タウンハイツに出入りしてる人間、正直どこの誰が誰か分からないから、本当に。どういうお金の流れとか、裁判所で一応、ライジンの件も聞くから、もう、上げてる、本当に。もともと無理やと思う。朝倉未来、もうテレビに出た時言われてる。資産30億円の話、書いてなんか、おらへん。固定資産税だけで1000万円を毎年持っていかれる。無理やと思う。一応言うとく、半泣きになってるから、朝倉未来の方も。あいつも、ある程度年齢、ここの住宅、歩いてしまった方。三振と以内の請求あるかもしれん。正直、どこの誰が誰なのか全然わかんない、こちらも。一応アップロードしておきます。あの距離、顔はっきりわかんないでしょ、正直。どこの誰か。